こんにちは、風来坊です。今日はですね、フェイトリールと、スプリング、どのくらい、まあ、飛距離が違うかということで検証してみたいと思います。はい、まずスプリングからですけど、ロッドはですね、普通のワインドロッドですね。ワインドマスター S86M 8.6 フィートですね。リールはまあ3000番、ラインが 0.4 で、リューが18g。これでどのくらいの飛距離が出るか見たいと思います。これはかなり飛びました。逆に巻いちゃったっていうね。73m ですね。簡単に巻いた。83m ですね。まあ、0.45 を使えばですね、18g でも、まあ、風の影響を受けない時ですけどね、80m はできるんですね。はい、次にじゃあベイトタックル。はい、ベルトアップルの方ですけど、ベルナールの B806L ですね。で、ビードリールが、メタリウム GC とラインが、1.2 ですね。で、メカニカルはもう余裕で余裕持ちます。で、ガイドの設定が1です。1ですね。でバックダッシュすると思うんですけど、まあ、なんとか70m くらい出したいと思います。
まあ、冷凍はね、黒ギラマン出ませんのでまでね、やったらやっぱフレッシュしますね。69.5 ですね。69.7、まあ、ほぼ 70m、 まあ70ぐらい飛べば飛ぶんですね。まあ結果やっぱりスプリングの方が距離が出るということなんですけど、まあ、昔と比べてですね、レッグタックルもですね、スプリングに近い距離が出せるように